全世界の皆さん、こんにちは、こんばんは、中地です。今回もピカ富士最高キャンプ場に来てます。雨はずっと降り続いてますが、まだまだキャンパーさん楽しんでるので行ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。すいません、こんにちは。こんにちは、中地と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。結構かっこいいギアが揃ってますね。はい。キャンプ歴とかはどれくらいされてるんですか？ソロキャンプを始めて4年目ぐらいですかね。4年目ぐらい。おー、はい、じゃあだいぶギアも買い揃えて。ギアばっかり買って、キャンプは実際、はい、それほど行ってないって感じですかね。じゃあもう、物でちょっと満足しちゃってるところもあったりよ。そんな感じですね。あ、はい、まあでも時間とかも結構限られたりしますもんね。まあそうですね。はい、じゃあ結構月に1回行ければいいかなとかですか？今年の夏はちょっと暑かったりなんだりで、あの予定が合わなかったりで行ってないですけど、まあ、大体月1のペースで行く感じですね。はい、キャンプの醍醐味とかは何になりますか？当初は、まあ、一人で自由な時間を過ごしたいっていうきっかけで始めたんですけども、はいはいはい、今じゃこうやって仲間みんなで来るのが結構楽しくて来てますね。じゃあ結構、じゃあその会社のお仲間。そうですね、会社の仲間と、あと前の職場の会社の仲間と、はい、あと学生の頃からの付き合いの友達ですかね。じゃあそれでキャンプでどんどん広まっていった。そうですね。キャンプっていうのは何でもつながれるものがありますね。ですね、はい、それもやっぱキャンプの醍醐味でも、それも一つだと思いますね。じゃあそのキャンプで失敗したとかあります？はい、しょっちゅう失敗してますね。あ、はい、例えばどんなあります？必ず一つ二つは忘れ物。あ、はい、今回はなんか忘れ物しちゃったってあります？今のところはないです。この後食事を作ったりして、例えば調味料忘れたとか、はい、箸を忘れたとか出てくる。もしかしたら包丁忘れちゃうとかありえますね。そういうのが、じゃあ忘れ物が結構、はい、そうですね、ありますね。今日雨なんですけど、はい、雨キャンプとかはされます？雨でキャンプをしだしたのは結構最近ですね、はい、それまでは結構雨予報で、はい、あ、じゃあもう今日キャンプやめようかなとかいう感じだったんですけど、まあ、先輩方にタープの立て方とか教わって、はいはい、でタープ立ててみたら、あ、全然雨の日でも行けるじゃんみたいな。あ、うん、じゃあもうそれで、まあ、雨でも行こうって。そうですね。やっぱ雨キャンプだからこその楽しみ方ってあります？こうやってタープに雨が落ちる音なんかを聞きながら、うん、まあ、インスタントですけど、うん、コーヒーを入れて飲んだりっていうのもまたおつかな。最高ですね。思いますね。いや、いいですね。やっぱりそこはキャンプのいいところ。そうですね、一つの醍醐味ですよ ね、 ありがとうございます。早速なんですけど、はい、キャンプ道具ちょっと聞いてみようかなと思うんですけど、あ、はい、お願いします。ちょっとそちらのじゃあテーブル、このアイアンの足をオークションで手に入れて、木はホームセンターで最初からこう色塗ってあるやつで、あ、塗ってあるやつなんですね。塗ってあるやつだったんですよ。組んでみました。うーん、はい、ヤフオクで。あ、そうです、ヤフオクで。ヤフオクで、はい、やっぱこういうの作ってる人がいるんですね。結構探すといらっしゃいますね。結構ちっちゃいめのあれですけど、はい、いろんなサイズがあったり。そうですね、これ結構横幅狭いですけど、私はなぜかちょっとこう小さめの小ぶりなギアが好きなので、あ、はいはい、コンパクトにまとめたいっていうのがあるので、結構中細くしてて、小さめにとはいえ置きたいギアがいっぱいあるので、うん、あ、結局やっぱりギア買ってそれも見てたいっていうのも置いてたいっていうのがありますね。そうですね、それを見せびらかせたいっていうのもあるので、うん、なるほど。その中でここメスティンとかはどちらで買われてるんですか？トランギアの、 あのよくあるやつです、ね、はい、はいはい、はいはい、トランギアの、トランギアのやつ、ね、で隣がこれが100均で買ったやつですね、はい、500円ですかね。500円、はい、結構料理されてラーメン煮たり鍋作ったりって感じですかね。まあ、大きさ的にもちょうどいいですよね。そうですね、ソロ用でちょうどいいかな、うん、取っ手をあの黒いこういうあれプラスチックだったんですけど、はいはい、これも100均の木の取っ手のやつで付け替えたんですね。木の取っ手、はい、
ここだけビスで簡単に取れたんで、じゃちょっとアレンジもしながら、アレンジしながら、ね、でお隣がメスティンと同じくトランギアーノ、トランギアーノ、ね、はい、だいたいキャンプに来て最初の飯はカップラーメン、ちょっと時短で簡単にしまして、あとコーヒーのお湯も、そうですね、コーヒーを入れたり、でお隣はこれ何ですか、角、鹿の角で、これもオークションで、あ、オークションで、はい、こういうのだいたいおいくらぐらいとかで、小さいので1000円しないかぐらいだったと思うんですけど、鹿の角でちょっと見た目を良くしとこうかなって、おっしゃる通りですね、アクセントですね、アクセントで、はい、でたまに箸をこう箸置きにして、あ、はい、いろんなじゃアレンジができるんですか、そうですね、置いとくことで、はい、他はあとなんかあるんですか、いずれやりたいとは思っててなかなかできてないんですけど、はい、ここにビスを埋めて、はいはい、ポールにつけられるようにっていう金具を DIY で、はい、そういうこともいずれやりたいかな、今後に期待っていう形ですね、はい、そんな感じですね、はい、でお隣がイエティのダブルウォールのマグですかね、はい、これは結構します、やっぱりイエティはこれ結構しましたね、お、はい、氷とか溶けないですか、氷はなかなか結構重くて分厚いので、ちょっと、はい、蓋もちゃんと密封、てコップですぐ口に飲めるようになってる、はい、大体これおいくらぐらいの、これもオークションなんですよね、あ、オークションで、オークションで 6,7 千ぐらいですかね、じゃあ結構そのキャンプ道具買うのは、はい、ヤフオクとかが、あ、結構あります、あ、はい、ヤフオクでいろんなものをキャンプ道具とかで検索するんですか、そうですね、キャンプ道具ですとか、はい、これだったらあのマグカップですとか、マグカップ、はい、あとイエティがちょっと気になるなと思ったらイエティ入れてみたいですね、結構中古で買われてる、私はどっちかというと新品が好きなので、あ、まあ、じゃあヤフオクに出てる新品を買われる、買う、はい、購入するって感じですね、そうなんですね、はい、じゃあ定価でもお値段は下がって、同じか高いぐらいだったと思います ね、 すね、ちょっとこの色味のものがなかなかなかったんで、なるほど、じゃあ緑で集めてる、うん、そうですね、この色が好きなんで、まあ、そうですね、隣の缶クーラーも、これもそうですね、これどこのやつですか、これもイエティなんです、あ、はいはいはい、ここにちょっと出てますけど、あ、本当だ、これがあのジープビールってやつのコラボしたやつですかね、はいはい、結構これもイエティだと変わらないですか、消え方はあんまり、そうですね、はい、温まり方は普通に置くのに比べては、うん、はい、どれくらい時間としては持ちます、夏だとでも直射日光とか当たっちゃうともうすぐになってます、こういう、はい、涼しい時とか曇りの天気だったらそれでも 5,6 時間ですかね、うん、で奥に見えるのはちょっと光ってる、あ、これですね、はい、双子玉川にあるリブラントさんっていうヴィンテージのランタンなんか使ってるんですよ、はい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 、ちょっと火とか簡単につきます、あ、はい、つきますね、あ、ちょっとつけていただいて、はい、結構綺麗ですね、やっぱりですね、これ簡単につくからいいんですよ、そうですよね、はい、すごい簡単にライターでつけるだけなんで、これでまた、はい、一つ癒されるって、ね、癒されるですね、しかも今日雨の中だったらまたいいですね、はい、なおさらそうですね、また違った違っ晴れの日と違った風情がありますよね、ランタンは他にはこれとあと何か、これが、はい、あのホワイトガソリンで使うランタンですね、はい、うーん、これどちらのやつですか、これはコールマンのモデル222ってやつですね、ピークワン、これメインで使われてる、そうですね、ただちょっと雨の日、今日も結構雨ということで厳選して持ってきたんですけど、はいはいはい、これが一番パラフィンのオイルランタンなんで使いやすいんで、これ一番頻度的にはどちらのやつ、ピュアハンドの、ピュアハンド、ね、276とか革とかはビブラントさんで、あ、はいはいはい、購入したエプロンとこれですね、他に、ね、ランタンは何を持ち上げてるんですか、あとはちょっとフェアハンドでもヴィンテージのやつですとか、はい、持ってきてはあるんですけど、はいはいはい、雨でちょっと出し惜しいんですよ、まあ、そうですよね晴れの日に出したいですよね、はい、これもコールマンのモデル400ってやつですね、はい、結構ヴィンテージ感ありますよね、2つとも、はい、何年ぐらいのやつなんですかね、これが83年の4月ですね、あ、ここでこうやって見るんですか、はい、刻印というか、はい、これはあれですか、じゃあコールマンのやつ全部こういう風についてるんですか、ついてますね、あ、ランタンは裏についてこれは80年の1月って言われますね、お、はい、そこでじゃあ見れるんですね、はい、本当だ、シールに違う、じゃあヴィンテージものも結構集めてる、はい、そうですね、家には、はい、家にも結構ちょくちょく、はい、あとよくあるもうちょっと大きめの 200A って赤いやつ、あ、ありますよね、はい、でそれも晴れの日は出す、そうですねできれば出したかったんですけどね、はいはい、でこの奥のがオリゴニアン の、はい、のスパイスケースですね、お、結構料理は正直そんなに手の込んだ料理はしませ ん、 です、ね、んです、これ中のやつはこれは何ですか、これは普通のスーパーのお酒売り場で売ってたんですけど、テキーラって書いてありましたね、かっこいいですね、これもこう行くんですけど、はい、
と行きたいとこなんですけども、これも一応映えで。あ、映えで、はい、あ、いいですね、はい、雰囲気出ますね。雰囲気出ますね、はい、奥の黒2個これはウォータージャグです、基本は。あ、これ、あ、本当だ、はい、ウォータージャグなんです。ウォータージャグなんです。外ラボさんっていうところのやつで、はい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 、その中に氷が溶けないので。あ、はいはいはい、はい、あ、だいぶ入ってますね。ジャグはそういう保冷とか、はい、そういうのを意識してるというか、夏場すぐ溶けちゃうんで、中に入れてトングでつまんでコップに入れるみたいな感じですね。で、氷が溶けた水を料理とかに使ったりしてるんですね。はい、じゃあ最初はもう氷溶け待ちで、あとはひねるだけ、はい、こんな感じで、お、はい、それで飲み水だったりとか、はい、飲み水だったり料理に使ったり。で、こっちは普通のクーラーボックスは、アイスランド、アイスランドの、はい、そうですね、クーラーボックスですね。これは持ちますか？びっくりするほど持ってたわけじゃないですけど、これがすごい効きますね。これ、あの、はいはいはい、仲間に教えてもらったんですけども、もともと粉が入ってて、そこに水を入れて自分で作るんですよね。はい、で、ゲル状になって、はい、保冷剤として使われてたんですね。これがすごい持ちますね。おいくらぐらいですか、これ？大中小があって、これ大なんですけど、はいはいはい、確か2000ぐらいだったと思うんですけど。あ、それぐらいで、はい、結構ずっと固まってるって感じですか？朝早朝出してきたんですけど、はいはい、この状態で明日までおそらく行きます、ね、はいはい、うーん、いろんな保冷剤使っていますけど、これが一番いいです。へえー、はい、ありがとうございます、はい、椅子お聞きしたいんですけど。あ、スノーピークの、はいはいはい、座り心地どうですか？いろいろ座ってきましたけど、はいはい、自分のこのスタイルにも机の高さとかにも合うかなっていう感じですけど、うん、まあ、一番座り心地はいいなと。しかも緑ですもんね。そうなんです、今緑は出てないので、うん、そうですね、ちょっと珍しいなと思って。 4,5 年前ぐらいですかね。 4,5 年前、はい、ですからソロキャンプを本格的に始める前に買って、飛びついて、はい、あ、そうだったんです、はい、もう買ったもん。これが買いだって言って。そうですね、色も緑っていうことで、はい、でそこから椅子をちょっと変えたんですけど、やっぱ戻ってきちゃったんです。そうですね、これご自宅とかも使われるんですか？これは自宅では使ってないですね。でも全然使えるは使えるって感じですね。使えますよね、はい、いいですよね。ありがとうございます、はい。で、城のテント聞きたいんですけど、はい、バンドックさんのソロドームで、あの中のメッシュの部分だけ今張ってますけど、はい、はい、もうちょっと寒くなってきたらアウターかけようかなと思ってますけど、はい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 、で中敷いてるのは何ですか？ロスコさんのミリタリー風の毛布みたいな感じ。そうですね、毛布みたいなやつですね。なんか下に敷いてるんですか？バンドックさんのこれ折りたたみのマットですね。あ、マット引いて、はい、でその2枚で、はい、2枚だけで。地べたとかそんな硬くはないですか？それだけあれば、まあ、若干硬いなとは感じますけども、はいはいはい、私硬めの方が好きで。あ、はい、じゃあ自分好みの。冬になるとちょっと寒いので、うん、コットを中に入れたり。あ、なるほど、しますね。ちなみにこのタープは DD タープの 3×3 ですね、はい、3×3、はい、うん、やっぱりこの大きさだと 3×3 がベストって形ですかね。大きすぎず小さすぎずで、そうだとこの 3×3 が一番、まあ、一番そうですね、しっくりくるかなと思って。じゃあちょっと最後なんですけど、はい、コロナ禍とかで、はい、キャンプ道具ベスト3。そうですね、まあこの辺ですかね、やっぱり、はいはいはい、ヴィンテージの、はい、ヴィンテージの、はいはい、第3位第2位って感じですかね。あ、じゃあ、まあ、ちょっといろいろ、まあ、はい、コーツつけがたいの、家で留守番してるのもあるんですけども、ね、はい、今回は今回は、はい、ここで3位で、第1位は第1位は、はい、あら、ちょっとなんか仕込んでるようなんですけど、こちらです。それは何なんですか？自分の宝箱ですね。はい、大したものは入ってないんですけど、こういうヴィンテージランタン系のメンテナンスの、あ、はい、いろいろ道具が入って、メンテナンスキットが入ってる。メンテナンスキットが入ってますね。はい、何かあった時にこれ使える。そうですね。このボックスはどこのやつなんですか？ホームセンターの江南さんで、あ、はいはいはい、意外とこれ丈夫でしっかりしているのにお手頃だったんですね。3,000円ぐらいだったんですけど、これ結構ずしい。風で絶対飛ばない。チャンネルのステッカーも貼っていただいて。ありがとうございます。よく見つけていただいてありがとうございます。これも私ちょっと結構好きなんで。それ何ですか？新富士バーナーって外さん、うん、はいはい、伸びるやつですか？伸びるやつで、これはトーチですね、うん、優しい火の方ですね。おー、はい、ターボとありますもんね。ありますね、トーチとターボで、やっぱこれ緑が好きなんで。あー、やっぱり、ね、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、こちらちょっとプレゼントになるんですけど、はい、チタンの白カップ、はい、とあと真鍮、はい、白カップですね。白カップ、はい、うわ、結構重い、結構ずっしり。でも真鍮はあんまり出してるとこないので、あんまり見ないですね、うん、東京クラフトで出してるものになるので、はいはい、存じ上げます。 ありがとうございます、はい、どんどん使っていただいて、はい、使わせていただきます。であと本出してるんで、はい、
タナの方が出して、はい、一応こちらプレゼントで、あ、ぜひ読んでいただければなと思いますんで、ありがとうございます、はい、こちらも熟読させていただきますじゃあこれもちょっと読んでいただいて、はい、はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。雨の中どんどん使っていただいて、はい、ありがとうございます。使わせていただきます、はい、ありがとうございます。